はい、皆さんこんにちは、洗面器です。今日のお昼ご飯はこちら。前にホタテフライ作って、食べきれずに残ってたやつをね、冷凍してたやつあったんで、それでホタテのカツ丼っていうんですかね、ホタテフライのカツ丼作ってみました。そうね、これホタテ、ほらホタテね、こっちもホタテ、あーダメが、こんな感じでね、ホタテを使ったカツ丼ね、卵とじのカツ丼作りました。よいしょ、うまく取れるかな。おお、こんな感じですね、ホタテフライ。ちょっとピントが合ってるかな、合ってるかな。じゃあ早速いただきます。うんうん、ホタテおいしい。結構ね、つゆだくですね。うん、うん、ね、お味噌汁、お味噌汁は適当にね、ネギとしめじともやし入ってます。それにちょっと万能ネギ入れてね、具はこんな感じですよね。うん、うん、またね、塩麹を少し入れてます、お味噌汁にね。塩麹お味噌汁に入れるとね、なんか旨味が出る気がして。よいしょ、ホタテ、ホタテ、あー、うまく見えないかな。ホタテのフライいただきます。うん、うん、ホタテプリプリ、味噌汁ね。あ、指になんかついちゃった。うん。味噌汁もいただいてね。うん。まあ、お昼はこのぐらいで十分ですよね。うん、ご飯もね 100g しか使ってないんでね、そんなに量はないです。よいしょ、ネギが美味しいですよね、玉ねぎがね。うんうん、ホタテ、よいしょ、おおお、ホタテ、ホタテフライ、うん、ご飯にもタレが染みてて美味しい。うん、お味噌汁もねいただいて、ホタテピントが来てるかな。こんな感じね、ご飯、ホタテとご飯とね。
ホタテのカツ丼おいしい。よいしょ。じゃあ最後にね、味噌汁食べちゃいますね。ピントが合ってるかな。ピント、これでピント合ってますかね。じゃあお味噌汁ね、いただいちゃいます。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日のお昼はね、あのホタテフライを使って、ホタテフライのカツ丼、ホタテカツ丼作っていただきました。美味しかったです。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後でね、編集して動画アップしたいと思いますので、よろしくお願いします。では今日のね、お昼ご飯はここで失礼させていただきたいと思います。ごちそうさまでした。